しばらきやの G2 プリスト。はい、しばらきやです。はい、ケニューの眠りの森のお姫様、ちーちゃんです。今回ですね、2月11日に駒沢で行われたヒクソングレシーカップ、こちらの方を見ていきたいと思います。提供もお願いします。はい、橋本キヤの柔術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式、一鉄、イサミ、VHTS、ラスコンチャス、ドゥマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りいたします。今回は2月11日に駒沢オリンピック公園の屋内競技場で行われたヒクソングレーシーカップ2018を見ていただきます。見どころは、はい、このヒクソングレーシーカップ2年に一度の開催になって、今年が開催年ということで、国内外からね、強豪が多数参加しております。こちらの方見ていきましょう。はい、それでは VTR どうぞ。はい、これがね、駒沢の屋内競技場ですね。駒沢屋内競技場、ここのね、駒沢公園の中にあります。中にはね、こうやってね、ヒクソングレッシュも来て、どうでしょうか。ヒクソングレッシュ知ってますか、長澤さん。聞いたことあります。おっと、ほら、こんだけね、大きいところで6面すごい、いいじゃないですか、豪華な会場。はい、女子アダルトチャオビフェザー決勝戦、堀美里対深津沙和子です。はい、堀美里選手が黒い道着、白い道着が深津沙和子選手ですね。はい、この2人ともね、結構テクニシャン同士なので、この2人の試合どうでしょうか、ね、今お互いが引き込んでいきました。堀美里対深津沙和子、ダブルガードの状態ですね。あれ、白が深津さんです、ね、そうですね、深津沙和子さんです。黒い道着が堀美里さんですね。2人してショートカットなんですね。そうですね、やっぱね、楽なんですかね。マダムですからね、お二人とも。あ、そうなんだ。はい、ズマ人ですから、ズマ人柔術ですよ。ズマ人妻です。あ、はい、さあ、これどうでしょうか。この今またダブルガードですね。あ、そして上を取ったのが深津選手。この深津選手がね、今上を取って、堀選手が下からのガード。さあ、どうでしょうか、この動き。でもこのスパイダーガードでね、相手の足首を蹴りながら三角を仕掛けようかっていうところが、そこをパスですね。相手のズボンを持ってパスしている。さあ、今ね、ハーフガードになってますけども、ちょっとここまで行くとね、堀選手もちょっとしんどいか。さあ、脇を作ってこのハーフガードを抜こうというところなんですけども、下から帯を持っている堀選手。え、赤い帯初めて見ました。そうなんです、あのね、この JJFJ っていう、はい、連盟の大会なんで、はい、いつもは黄色とグリーンの帯なんですけども、この JJFJ は UAE アブダビ系列なので、この、色帯を区別するのが赤い帯ということになっております。いいとこ気づきましたね、長澤さん。ありがとうございます、はい、さあ、このハーフガードから足抜けるかどうか、抜けるかどうか、まだ抜けない。ここの、ね、相手の足首をめぐる攻防、ちょっとね、ここがちょっとしんどいですね。この足が抜けるかどうか。さあ、ここまでいくとね、ちょっとね、堀さんもきついんじゃないか。ちょっと風前の灯火か、あっと、やっぱりそうですね、抜けましたね。さあ、パスガード入りました。そして、ね、この大会はですね、アドバンテージがなくなったんですね。いつも、配信しているエース JJF ドゥマウの大会とかだと、アドバンテージなし、サドンデスありっていう感じなんですけども、この大会はアドバンテージなしでレフリー判定がありというルールで行われております。さあ、それがどういった影響を見せるのか。さあ、そしてパスガードをしているのが深津さん。深津選手がね、ここからサイドコントロール、何を見せるか。堀さんはここでね、ガードに戻したいんですけども、どうか。さあ、どうでしょう、下からね、ちょっと帯持って、さあ、これ返せるかどうか。さあ、ニンザベリーですね、ニンザベリー、そこでまたポイントを追加か。はい、追加されましたね、ニンザベリーで2ポイント追加。
さあそしてまたマウント行きましたね。一旦ねハーフガードに戻ったんですけど、そこからパスマウントで7ポイント追加ですね。さあ7ポイント、そしてそこから三角締めか。ちょっと足下からね足かけていってますけども、さあ腕か、あっと今そっから決めましたね。5分22秒アームロック、はい、深津選手が一本勝ちですね。ちょっとマウントからちょっと腕決めましたね深津さん。はい、女子アダルト OB ライト決勝戦、カロリーナ・クワハラ対テッサ・メシエンスキーです。はい、カロリーナ・クワハラは、インファイトジャパン、テッサ・メシエンスキーはアクシス、テッサはねオーストラリアの方みたいですね。このパツキンでいいじゃないですか、ビジュアルもいい。さあカロリーナ・クワハラまだね高校生ですからね、わーっか。さあどうでしょうか、この日本に日系ブラジル人ってオーストラリアの国際戦ですね。まあ、ヒクソン・グレイシー国際柔術大会ってなってますからね、やっぱインターナショナルの感じじゃないでしょうか。さあここでサクッと、ね、横回転してスイープしました。カロリーナはね今年のヨーロピアン選手権ポルトガルのリスボンで行われる大会でジュブナイルで階級無差別優勝しております。さあそこの強豪相手にどう戦うか、テッサ・ミシェンスキー強そうですけどね、勝手に見た目。どっちがですか。ミシェンスキーです。ミシェンスキーそうですね。じゃあちょっとね下からちょっと煽られてますね。またスイープだ。サクッと返しますね。やっぱりここら辺はテクニカルな攻防を 見せてくれるのか。カロリーナ・クワハラ。さあ足をねこうやって畳んでいって、まだ今バックですね。さあここから倒せるか。あそこから足掛けていきますね。あやっぱこうやって倒してそしてまた足のフック。今はシングルバックですけどもね、ここから足を入れたら4ポイント入ります。あそしてもう今これもうバックグラブですね。足のフックよりも先にちょっと襟を持とうというところ。あ足フック入りましたね、足フック入りました。さあこれで4ポイント追加、バックマウント。さあここから締めを狙おうというところなんですけども、あちょっとこれは締めっていうよりちょっとネックロックですかね、リアネキテチョークが今襟よりもちょっと裸締めのような感じを見せましたが、あそして襟持ちましたね、襟持ちました。さあ襟を持ってこれで締めの体勢。ちょっと顎引っかかってますけどね、テッサちょっと顎入ってますけどどうか。おちょっと無理やり決めに行くか。あちょっと今抜けましたね、締めは抜けましたけどまだサイドポジションですね、ノーサースポジション。さあテッサこれ足入れて戻したいんですけども、まだがっちりと押さえているのがカロリーナ・クワハラ。さあバックいけるかどうか。さあ先ほどの、ね、バックを取りながら立ちました。そして倒して足のフック、あ入りましたね。今度は4ポイントバッチリと入りました。そして遅れる締め。さあ締めですね、締めすごいな。おっとどうかどうかどうか、ちょっと顎入ってますけどね、ちょっと顎入ってますか、これ顎引っかかってますよ、顎引っかかってるけど、あタップ、ちょっと締めてる、ちょっと首ですかね、ちょっと襟はね顎に引っかかったんですけども、はい、試合時間は3分10秒、送り襟締めでカロリーナ・クワハラ女子アダルト青帯ライトワンマッチ決勝戦を制しております。はい、カロリーナやっぱり強かったですね。強いですね。はい、良かったです。はい、アダルト紫帯オープンクラス準決勝、ルーカス広沢対エリックフローレスです。はい、出てきましたルーカス広沢、このね国内でもトップ紫帯の一角ですね、ルーカス広沢康介。このねルーカスなんて言ってますけどね、日本人ですからこう広沢康介くんですよそして対戦相手エリックフローレス、カオソングレシーチーム。このねエリックフローレスはグアムから参戦してきましたね。かなり体格差があるんですけども、この2人の試合どうか。グアムってグアム人ですか。グアム人ですね。グアム人なんだ。グアム人っていうのかどうかわからないですけども、そうですね、グアムから来ましたね。
さあこのハーフガードからクロスチョーク、ちょっと足を抜く前にもう締めを決めに行ったルーカス。おっと肘を入れていく、あっとタップ、早い、足を抜かないでそのまま決めに行きましたね。ルーカス広沢、試合時間なんと49秒、1分かからずエリック・フローレスから締めを決めたルーカス広沢が一本勝ちでオープンクラス決勝戦進出を決めております。はい、相手でかいですね。はい、はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝戦、ルーカス広沢対グラント・ボグダノフです。はい、このね、グラント・ボグダノフワープですね、もう東北からね、はるばる出てきました。ルーカス広沢はインファイトジャパン、インファイトジャパンはね、群馬ですからね。さあこの2人のね対戦、2人ともちょっとあのハーフっぽい感じがしますけども、そこら辺はどうでしょうか。日本人ですか。グランドボグナフドノフは、外国人だと思います。そうですね、はい、広沢康介君は日系ブラジル人と思いきや日本人というところがありますけどもさあそしてもうすぐさまスイープしましたね。引き込んだルーカスがスイープ、そして上を取りました。今ハーフガードに固めています。さあグラント・ボグダノフ、なんでルーカスって言うんですか。ね、ブラジルで生まれてそのブラジリアンネームがついたとかそんな感じだったと思いますね。本物なんですね。じゃあそうなんですよ、けど高校ではねもう柔道でバリバリ言ってた感じですね、けど日本語もペラペラですからね。なるほど、はい。さあそうこうしてる間にこれはパスガードでしょうか。軽快な動きを見せるパスガード、そして相手のラペラをね引き出して、ちょっとね体格差も ありますよね、うん、やっぱルーカスでかいですからね。さあちょっと腰回りの肉がダブついてるのか感じれますけどもこれねウェイトアップはどう影響するのか。ルーカス広沢はさあ腰を切りながらこれ足を抜いて一気にマウント、パスマウントですね、うん、先ほども見せましたこの動き、今のこのアタックでパスガードの3ポイント、マウントの4ポイント、一気に7ポイントを取りましたね。さあマウントまで行きましたよ。さあここから何を狙っていこうというところか。ルーカスはねマウントからのねクロスチョーク、十字締めが得意ですからね。あ、また入りましたかこの十字締めクロスチョーク。さあボグダノフちょっとね動いてますけども、さあこのマウントから逃れることができるか。おっと今のは外れたと思いきや、またもや入りましたね。今度は決めました。ルーカス一本勝ちですね。2分5秒、マウントからの十字締めでグラント・ボグナフから一本勝ちして、アダルト紫帯オープンクラス優勝しております。はい、このねオープンクラス4試合を勝ち抜いての優勝、階級無差別ダブルゴールですね。おめでとうございます。はい、やっぱ決め強いですねルーカス。はい、はい、表彰台ですね。若そうですね。はい、まだ20代前半ですよ、ね、はい、このダブルゴールドおめでとうございます。すごい、ありがとうございました。まあ、先月から今月、まあ、月に1回のペースで充実した試合できてよかったです。まあ、階級は1試合だけだったんですけど、まあ、無差別の方は4試合いい試合できてよかったです。このままムンジャールまで、まあ、月1のペースで頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、アダルトチャオビフェザー決勝戦、ジョセフテノリオ対山中健也です。はい、このジョセフテノリオもこのグアムから出てきましたカーソングレシーチームですね。対する山中健也、クラウバーバリアン、この富山県から参戦ですね。この山中選手なんとですね、うん、シャーロッテにあるルーカスレプリのジムで練習してきたということで、その出稽古の成果をこの大会で見せれるかどうか、非常にね今伸び盛りの注目選手という噂を聞いております。さあそしてこの今すぐさまねスイープしましたね。さあこれ今 50-50 のところなんですけども、この足が外せるかどうか。さあ山中選手が今上になった状態でブレイク、グアム対日本、そして日本のね富山ですね、富山からはるばる来てますからね。このビッグトーナメントで結果を残せるか山中健也。さあ今この足を絡められた状態から、50-50 これを外していきたい。あ、外れましたね。けど外れたけど50-50からラストのこの
混合ですね。混合の側でこれちょっと足が固められて厄介か。右半身はちょっとこれでねコントロールできなくなりますからね。下から煽られるとちょっと厄介ですけども、これがどうやって攻略していくか。さあジョセフはねここからスイープ行きたいんですけども、あ今ちょっと座りましたね、座りました。あっと座って、あ回転しながらの、これどうか、これ足関節か。痛そう。おっとくるくる回りながら、けどまだこの状況変わってないですね。あけどあこっから足関節を取られながらも今バックを取りそうでしたね、山中健也。おまだ回る、まだ回る。これどっちが回してるんですか。いやこれジョセフじゃないですか、ジョセフが回ってますよね。回りながら、足を取ってるんですけども、すごいまだ回ってますね。あそこで山中選手が足をキャッチ、そしてアンクル、トーホールド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 、足換合戦、どっちが決めるかと思ったら決めました。足換を狙っていったジョセフのカウンターの足首を取っていった山中健也、1分45秒トーホールドで一本勝ち、当たるチョビフェザー優勝しております。はい、イロビの試合を見ていただきましたが、どうでしたか。はい、このどの試合も一本勝ちということで、ね、非常に良かったと思います。カロリーナ、桑原、山中健也、ルーカス、広沢、みんなね決めが強い選手たちなので、ここら辺の選手今後の活躍も期待したいと思います。はい、CM の後は黒帯の試合を見ていただきます。それでは CM です。呪術プリスターセレクション、このコーナーは新商品やおすすめの商品を紹介するコーナーです。今回も東京イサミの北野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。それでは早速紹介の方お願いします。はい、今回紹介するのは年末の、はいはい、大イベントを雷神見ました。そちらの、はいはい、雷神のラッシュガードと、はいはい、ファイトショーツになります。はい、はい、こちら当日会場でも物販で売ってたものになります。はい、はい、まずラッシュガードの方を紹介させていただきます。はい、これ白黒で雷神のロゴがバッチリ入ってますね。はい、こちら裏の方を見ていただくと、はいはい、ロゴの下に世界地図があって、はい、日本が入ってます。はい、袖の部分も切り返しでここだけ白になってて、はい、すごいおしゃれですね。そうですね、ロゴもバッチリ入ってるので、はい、道場とかでも目立つと思います。そうですね。でこちらの方は、はいはい、またちょっとさっきのと違ったテイストのデザインで、はい、こちら何がいますか。雷神様ですか。はい、そうです。はい、ちょっと斜め向いてる、斜め向いてる感じです。はい、強そうですね。はい、でじゃあ後ろはロゴが斜めに入ってますね。はい、で消化プリントでストレッチ素材なので、はい、動きやすい素材になってますね。運動にはぴったしな感じがします。はいはい、次ファイトショーツになります。はい、こちら、ま、ウエスト部分がマジックテープと紐になっているのでズレ落ちの心配はないですね。はい、で、ウエスト部分にはバッチリ雷神のロゴが入って、はい、でここにもそうですね、後ろにも、はいはい、入ってますね。ますこちらも表と裏にロゴが入ってるので、はい、ちょっと目立ちますよね。そうですね、はい、大きいから、はい、で生地もしっかりしてて3本ステッチなので、はい、破れにくくなってますね。はい、はい、でまた下もストレッチの生地に切り返しになっているので足も上げやすく動きやすくなってます。はい、はい、こちらぜひはいチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。
はい、こんにちは。私の名前はエムリー・クォークです。私の道場はプリンストン・ジュジュツー、ニュージャージー、ユナイテッド・ステイツにいるから、今日私の新しいガードを遊んでるもの、シングル・レッグ・ラペル・ガード、お願いします。はい、じゃあ今ここからちょっとシングルレッグラペルのエレベータースイープバリエーションやる、ね、ここからラペルをまた取って膝の後ろにから掴んでパートナーのポスチューがちょっとコラプスしてるでしょ。この時足腰にちゃんとやってて同じラペルをグラブするのね。ここからちょっと引っ張って足を上に行ってバックワーズウォールにして上、もう一回はい、ここからは黒帯の試合を見ていただきますが、見どころはどこですか？はい、ここから黒帯はですね、国際大会というにふさわしいフランス人のトーマス・ミツ、コスタリカ人のハビエル・バレンシャーノ、そしてブラジル人のレアンドロ・クサノ、この辺のね、多国籍軍では非常に熱い戦いをしてますので、そちらの方注目してください。はい、それでは VTR どうぞ。はい、アダルト黒帯ミドル1回戦ヒカルドヤギ対トーマスミツです。はい、出てきましたよ、トーマスミツ。トーマスはね、黒帯になってからまだ負けなしというこのね、フランス人パリジェンヌ、その対戦相手このヒカルドヤギ。ヒカルドヤギはね、本来はねフェザーとかの選手なんですけども、対戦相手がいなかったっていうことでね、ミドル級に階級を上げてますね。階級を上げても試合をしたいっていうね、このヒカルドヤギのガッツは非常に素晴らしいと思います。さあ、そして引き込んでいったところ、すぐさまパスのトーマス、いいですね、トーマスの動き。さあ、もうこれもうパスを嫌がったところからバックですね。これも定石通りの動き、なんかもうスタイルが抜群ですね。そうなんですよ、トーマスはね非常にね、ナイスガイですからね、柔術も強くてナイスガイですよ。けどね、今年中にね帰っちゃうらしいんでね、トーマスの試合もね見られるのはあと何回かっていう感じなんですけども、トーマス・ミツ、フランス人かっこいいな、はい、あ、そしてこのバックを、バック相手をね引っ張り上げてバックを取るという、なかなかいいテクニック見せましたね。そしてバックフロントマウントも行きました。ちょっとね、ヒカルドヤギはちょっと防戦一方ですね。さあ、今バック、今どういう状況かわからないですけど、まあ、襟を持っているのかどうか、あ、持ってますね。あ、決めに行った、決めに行った、決めに行った。決めに来ましたよ。さあ、どうだ。さあ、どうだ。うま、あ、今に、島に逃げましたね。さすがヒカルドヤギも、この辺のテクニックを見せてディフェンスしました。下から今度は三角締めですね。今度は三角締めだ。あ、足を取って相手を転がしながら、そして横になって決めていく。ちょっと光るだけ、ここはどうか耐えれるか。あ、これかなりしんどい。あ、今度は腕も流してますね。 おっとどうかどうかどうか、すごい。さあ、上取りました。お、そして頭を引き上げてタップ。もう一気にね攻め切りましたね、トーマス・ミツ。やつき早にね関節を仕掛けていって決めました。3分2秒三角締めでトーマス1回戦勝利、準決勝進出を決めております。はい、アダルト黒帯ミドル1回戦、高橋正志対ハビエル・バレンシアーノです。はい、高橋正志選手がアクシス福岡、ハビエル・バレンシアーノがアスレチックアドバンス、このコスタリカの選手ですね。さあ、ここでねどういった試合を見せるのか、このね初めて見ましたね、このハビエル・バレンシアーノ、かなりね強豪だっていう噂なんですけども、今回転しながら上になりましたね、ハビエル・バレンシアーノ。高橋正史今下になってますけど、このハーフガードですね、あ、ハーフガードからちょっと足を外れ、もう外しましたね、ハビエル・バレンシアーノ。お、ハビエル、そしてニンザベリー、パス、ニンザベリー、
そしてそのままマウントか、あ、まだニーザベリーですね。ニーザベリーの状態。おっと、さあスタンドでの再開になりましたよ。おっと引き込んでいったのがハビエル・バレンシアーノ。おっ、今のはこれで相手のパスですかね。そこは何もなし。そして下からギロチンですか、これは。首を取っている。そしてそのまま上、これスイープですね。スイープの1ポイント入りました。さあ相手の頭を押さえながら、この足の向こうというところでしょうか。さあこの膝の使い方が絶妙。あ、けどこれ高橋選手もね、インバーテッドガードを見せるのはちょっとね、体の柔軟性を見せましたね。さあまたスタンドの再開、高橋選手引き込みましたね。あ、じゃあけど立ち上がって引き込み返したハビエル・バレンシアーノ。さあ今ここで今相手の袖ちょっとね、胴着が脱げちゃいましたね。さず袖がちょっと長い、ちょっとね、あの胴着が大きい感じしますね、高橋選手。あ、そして足かあっと、え、すごい、足を取ったらすぐさま決めた。なんと2分0秒、フットロックで一本勝ち。ハビエル・バレンシアーノね、いきなりのね足感見せたと思ったらすぐさまタップ、決め強いですね、ハビエル。ちょっとびっくりしちゃいましたかね、高橋選手、残念。はい、アダルト黒帯ミドル準決勝、トーマス・ミツ対チャンエン・シュンペイです。はい、チャンエン・シュンペイ選手もね、ちょっとミドル級の選手じゃないんですけども、階級アップして参戦。さあ、先ほどね、一本勝ちしたトーマス・ミツ、この試合ではどうか。チャンエン・シュンペイ選手もね、あのガードがうまい選手なんでね、今引き込んでいきましたね。さあ、そこのパスのアタック。トーマスがね、相手のズボンを持って左右に動いて、さあそこでついていけるか、チャイン俊平。さあ今上からパスのアタックなんですけど、ちょっと相手を見合っているか。さあ今ハーフガードですかね、ちょっとハーフまだオープンか。あ、そしてハーフまで行きましたね。さあここからレッグドラッグポジションか、足を流せればいいんですけども。さあ相手の脇を差しながらパスガードのアタック。チャイン・シュンペイ選手はちょっとここから足を戻したいんですけども、ちょっとプレッシャーが強いか、ちょっと戻せない感じですね。この状態はちょっとつらい。さあどうでしょうか、ここの動き。さあトーマス上からのアタックが続くが、まだパスはできていない。ちょっと今度はスパイダーガードに変化しましたね。左右に振っていくんですけども、なかなかやっぱフレキシブルなガード、チャイン・シュンペイ、ネアザワールド。パスのアタックはトーマス・ミツ、カルペディエム、カルペディエムの疲労ですね。さあ相手のズボンを流しているんですけども、あ、ちょっとやっとこれでパスか。あ、けど相手起き上がってこようとしているところ、あ、抑えましたね。さあこれでパスガード、あ、パスガードの前のバックですかね、バックに行った。なんかあれですね、でも足が長いとやりにくそうどっちの足がですか。トーマスです、トーマス3つ、はい、トーマスがもうこれバック取りました。そして遅れる締めでしょうか。さあこの決まり具合はどうか、まだバックグラブですね、まだ襟は持っていないところ。さあちょっと今もう襟持ちましたね、襟持ちました。さあ襟を持ってまた遅れ締めですね。さあ足も4の字ロックに固めて、もう盤石の体勢、あとはもう襟を締め上げるだけといったところか。さあもう襟持ってますね、襟持ってますね。そして4の字ロックで腹部にもプレッシャーを与えている。こうなってくるとね、チャイン選手もかなり動きも制限されて、ディフェンスするのも一苦労。まだディフェンスしてますね、まだ大丈夫。あ、そしてここで相手のズボンを持って、これでもセットアップ。さああとはしっかり伸ばして1本、どうか。
取れるか。取りましたね。決めました。 2射連続の遅れ襟締め。この試合は3分16秒ですね。3分16秒遅れ襟締めで2試合連続の一本勝ちで決勝戦進出を決めております。はい、アダルト黒帯ミドル決勝戦、トーマス・ミチ対ハビエル・バレンシアノです。はい、この試合もね、コスタリカ人対フランス人、大きい2人とも、はい、この2人の試合はどうか。さあ、引き込んでいった、トーマス一気にパス、いいですね、軽やかな動き。あ、けどまあ抑え込ませる前にディフェンスしましたね、逃げましたね。さあ、けどこれでハーフガードでしょうか。さあ、そして腕をね引き上げて、ちょっとかなりねしんどい。これはどうか、腕をね今抱えてますけども。さあ、ハーフガード、あ、そして足抜いてどうか。お、ちょっとチョイバー風に、あ、腕取ってますね、腕取ってる、腕を伸ばした、腕を伸ばして飛ばした、なんと1本。トーマス・ミツ、黒帯になって初の敗北、しかも1本負け。試合時間なんと43秒。この衝撃の結末、トーマス・ミツついに黒帯になって初めて負けましたね。ハビエル・バレンシアの強い、決めが強い、すごい。この試合は、はい、アダルト黒帯オープンクラス1回戦、レアンドロクサノ対高橋正史です。はい、ここからはオープンクラスの試合ですね。レアンドロクサノ対高橋正史です。レアンドロクサノはね、階級別の試合はマスターに出ていました。そしてオープンクラスはこのアダルトということで、高橋選手との対戦です。さあ、高橋選手ね、また引き込んでいってますけども、草野の上からのアタック、ちょっとね、高橋選手ちょっと面白い構えしてますよね。さっきめっちゃ気になりました。どうなんでしょう、このちょっと 武術的な、うん、面白い構えしてますけど、引き込んでいきましたね。草野が上、さあ、もうこれどうかパスですね。さあ、パスガードしましたよ、抑えました。さあ、高橋選手のね、このガードワークはどうか、まあ、サイドコントロール取られてますからね、まずはガードで戻したい。高橋さんと喋ったことありますか？ありますよ、ちょうどね、高橋選手はね、この大会行く時に偶然会って、はい、違った方向行ってたんで、はい、こっちじゃないですよっていうことを道案内しました。なんかちょっと変わってそう、はい、ちょっと変わってそうな感じますね、アクセス効果。あ、いいですね、草野の素早い動き。草野もね、でかいんですけどね、動き切れてますよね。さあ、今腕抱えてますよ、草野。あ、けどまだサイドコントロール、トップポジション。そしてね、これ足を取りに行ってるか、うん、草野の足感はね、非常にね強力ですからね、足を触らせるのは危険。草野の足関節炸裂するか、ちょっと見てますよ。こうなってくるとね、相手が何やってくるか見えないですからね。あ、そしてやっぱり足感いったんですけども、まだ 上の状態は変わらず。お、いいですね、軽やかなステップ、草野。さあ、バックから足をねじ込んでシングルバック。さあ、今これはどうか、これ遅れ締めですかね、相手を抱えてます。さあ、この足のフックはどうか、足のね入れるのを阻止してますね、高橋選手。やっぱ足が器用に動いてますね。さあ、腕だ、おっと、一気に、あ、相手の腕が伸びる瞬間をね見逃さなかった。レアンドロクサノ、2分59秒、腕十字で一本勝ちで、アダルト黒帯オープンクラス1回戦勝利、決勝戦進出を決めております。はい、さすがですね、決めが強い。はい、アダルト黒帯オープンクラス1回戦、トーマス・ミツ対イ・ヒョン軍です。はい、アダルト黒帯のね、この無差別級、先ほど負けましたけども、そこに対して復帰戦、いきなりこれね、どうか。このね、無差別級はね、ハビル・バレンシアーノがね欠場したんですね。なのでハビル・バレンシアーノとのリベンジマッチはないんですけども、この韓国の強豪ですね、このイ・ヒョン軍、コリア BJJ、韓国から出てきました、このデカブツが、うん、
もうスキンヘッドでかなりのこわもてな感じしますけどもイメージ違いました、はい、コリアンマフィアみたいな感じしますけどもねさあガードからそのまんまねどんどん相手の体を流してそのバックいきそうですね。あ、これでもうスイープの2ポイント入りました。上下入れ替わったとなって2ポイント。おお、さあどうでしょう、これもう、これもうそしてバックマウンドですね。トーマスがぴったりと背中に張り付いてます。トーマスかっこいいな。はい、トーマスどうでしょうか、こっからこれは決め狙えるかどうか。トーマス、さあトーマスのこのちょっと今背中に張り付いてこれバックマウントでポイントを取って、あ、ちょっと襟か袖かちょっとね見えづらいんですけども、あ、もうガード戻しましたね。イ・ヒョングン戻しました。さあイ・ヒョングンはねクローズガードインサイドですね。まずはこのクローズガードを割らないといけないんですよ、イ・ヒョングン。トーマさんはねもうポイント取りましたからね、ちょっと相手の動きを見つつっていうところでしょうか。あ、そしてまた腕流しました。これまたこの同じパターンでバックいけますね。相手の腕を流してそのまんまクローズガードからバック、相手が動かない場合はねああいったテクニックは有効ですね。さあ、あ、いいですね、これまたバック。あ、そしてもう締め入りましたね、締め入ってますよ。あ、苦しそう。さあさあ締め入った、締め入った、タップ、いいですね、トーマス決めましたね。かっこいい。先ほどはね一本負けしましたけども気を取り直してオープングラス1回戦は6分39秒、送り始めで決めて無差別級決勝戦進出決めております。はい、アダルト黒帯オープンクラス決勝戦、トーマスミツ対レアンドロクサノです。はい、このね注目の初対決ですね。トーマスね黒帯になってからあんまり国内大会出てないんで、日本のね黒帯との試合の数はねすごい少ないんですよ。海外でばっかり試合出てたの で、はい、韓国で試合をしたりマニラで試合したりってことだったので、日本の黒帯と試合をしたらどうなんだっていうところがねまだねあんまりサンプルがないんですね。その中でこのレアンドロクサノとの一戦は非常に注目されておりました。レアンドロクサノはね国内のトップクローブの一人ですからね。さあ草野とトーマスのこの注目の初対決、引き込んでいったのはトーマスミツ、上になっているのがレアンドロクサノですね。2人とも強そう。いや、この2人ともね国内トップどころのね一戦ですからね。おっと、トーマスが相手の足を引っ掛けて上になりましたね。相手の足首をつま先で引っ掛けて相手をこかして上を取って2ポイント。さあ草野もねガードも強いですからね、上も強いですよ、ガードも強い。はい、レフリーがねちょっと影になって見えませんけども。さあ今どういった状況か、パスガード狙いのトーマス。さあインバーテッドガードですね。さあここからね膝とか狙ってきますからね、草野は油断ならないですよ。こうやって足の振りが大きいですからね、非常にダイナミックな動きを見せる草野、状況変わらず。そしてスタンドへの再開ですね。さあまた引き込んでいったトーマス、このね相手の袖を引きながら引きつけているのがトーマス、上からパス狙いが草野なんですが、草野は相手のつま先持ってますね。まあこの袖を切りたい、このね袖さえ切れれば足首持ってるんでね、そこからトーホールドも行けます。ちょっと動きを制さられているところ、ちょっとね動きがやや制限されてる。そして下からラペラも引き出して下から持ってますね、相手のラペラを吹き出して足を入れて、このワームガード、こうなるとね相手の胸張れなくなりますからね、ちょっとかなり動きが制限されてしまう。さあ相手の頭を引き下げてますね、うん、お、またスイープだ。
やけどまだ帰ってないですね。帰ってない。さあまたまだ今買えそうになってるんですけど、まだ耐えてますね草野。あれ草野は日本人だって言ってましたっけ。いや草野は全然ブラジル人ですね。あブラジル人、日系ブラジル人、レアンデロ草野でソウザです。はい、トーマスが今ちょっと上になれそうだったんですけども、草野もちょっと足感を狙いつつディフェンスしてますね。今ちょっとダブルガードの状態でやや膠着、ちょっとお互い攻めあぐれてる状況。またこれ足換ですかね、足換いってますかね草野。さあ足換足換、足取ってますよ、足取ってますよ。何もなしですね、この状態が何もなし。さあクローズドガードでトーマス、クローズドガードで、ね、抑えてますね。さあ上になってクローズド割りたいですね草野は。けどね、トーマスこの相手のねラッペラを引き出しながらそれを握って、しかも上半身引いたりしてるのでかなりこれ動きがねきついですよ。この状況だとかなり動きづらい。まだこのね相手が持ってるところ外さないとね動けないですからね草野。これじれる攻防ですね。これはこれ今この状況どっちがあれ勝ってますか。いやこれはねもうトーマスですね。この状況だとトーマスが有利と言わざるを得ないでしょう。草野はねここからどうにかしてねこのラペラを引き剥がして、あやっとここで割れましたけど、ちょっとまだここからいけないですよ。まだこれでもいけない。うわまたスイープだ、トーマスイープで2ポイント。あそっか、あっこれでまた2ポイント、これで草野に2ポイントですね。けど4対2ですよ。でもパスしないと草野はこれはもう負けてしまいますね。この2ポイント4対2、ちょっとねこのじれる攻防。さくのちょっとねここでね相手のね足を割りたいんですけども、やや動けない。まだですね、まだここはもうトーマスはもうこれ待ちですね。もうこのままホールで終了待ち。ああ袖も取れない、イラつく草野。だトーマスもチラリと時計を見る。トーマス辛そう。試合音がね終わるのを待ってる。あとどのぐらいなんだろう。さあどうだ、さあ草野いけるか。タイムアップ、最後の最後はねもうトーマスがね待ちましたね。さあなんと4対2で草野との初対決勝利。トーマスミッツ階級別に負けましたけど無差別級で勝利、しかもこの草野との勝利はねかなりね価値ある一勝じゃないでしょうか。トーマスミッツおめでとうございます。はい、なかなかね力の入った攻防でした。はい、黒帯の試合を見ていただきましたが、どうでしたか。はい、階級も無差別ね、トーマスの試合ばっかりだったんですけども、階級別まさかの一本負けのトーマス、黒帯昇格を初黒星、しかも一本負け、これは、ね、衝撃でしたね。トーマスから決めたこのハビエル・バレンシアのコスタリカ人、この人もねなかなか謎が多いんですけども、これからね日本に今滞在してるんですね。日本にいてクレイジービーで指導とかしてるので、また試合に出たいと言ってたので、その試合もぜひ呪術プリンセスで配信したいと思います。そして無差別級ついに実現したトーマス対レアンドロ・クサノの一戦、非常に手に汗握る攻防だったんですけども、4対2でトーマスが競り勝って階級別で負けた、その雪辱を無差別級で晴らしたというか一戦だったんじゃないでしょうか。このクサノもね非常にね強豪なので、その草野から勝ったトーマスミツ、ね、これからトーマスの活躍ぶりも注目です。
はい、それでは CM です。今回はヒクソングレーシー杯2018を見ていただきましたが、どうでしたか？はい、2年に一度のヒクソングレーシーカップ、ね、国際大会の名にふさわしい国際色豊かな選手が揃って非常にいい試合ばっかりだったと思います。この大会ね、あの黒帯の部はのトーマス祭りみたいになってましたけども、色帯の方はですね、ルーカスだったりテッサだったりハビエル・バレンシアーノ、いろんな、ね、国籍の選手出ましたからね。この国際大会ヒクソングレーシー杯、次は2020年と2年後の開催になるのでね、そちらの方も期待したいと思います。では最後に提供をお願いします。はい、橋本喜也の柔術プリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式、一鉄、イサミ、 VHTS、ラスコンチャス、ドゥマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りいたしました。はい、橋本喜也の柔術プリスト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら、さよなら。